東林寺は中国の世界遺産である牢山にあり、厚生省旧郊市に位置している。旧郊市の中心部から十六キロのところにあり、牢山にあることから、牢山東林寺とよく呼ばれている。混流は、東神の太もと九年であり、牢山にある寺院の有名な一つになる。東林寺は、何と言っても浄土宗発祥の地とされ、日本の浄土宗や浄土新宗からも死がいた場所とされている。 1983年に国務院に仏教全国重点寺院に指定された。当林寺の始まりは絵音大師である。彼は南下して仏法を広めようとしていたその途中でロザ山に立ち寄った。それがいつの間にか3年にも及び、慕う者も増えた。甲州史主であった官理がこの地に寺を建立するように提案し、それがきっかけとなり、 朝廷の許可と百姓の支援もあり、エオンを中心にして寺院が建立された。エオンは常に、東林にいたとされ、太もと十五年に、中国でも初めてとなる仏教結社、白蓮社を立ち上げた。浄土行を修行の中心にし、阿弥陀仏の浄土訪問を唱えた。隋の時代、天台大師もこの地を訪れ、足を休めた。 日本でも有名な岩神大使は六度目の日本への渡航に挑戦する前に、この地を訪れ、日本の浄土宗への伝承の大きな役割を果たした。中国で有名な南宋時代の将軍、学費も母親のために、この地を訪れたことがある。日中国交正常化20周年の際、日本の浄土宗団体が2度この地を訪れ、レントレーンの実を送った。日本の浄土宗総長であった、 成田有純氏と加工商人が手を携えて、蓮の池に入り、友好と平和を象徴する、青蓮華を共同で植えた。東林諸定厚生省路山東林浄土文化基金会。www.donglin.org.2020 年11月9日閲覧。東林寺360百科。baike.so.com。 2020年11月9日閲覧。当林寺学物も。w w w x u e f o n e t 2020年11月9日閲覧。清志州想定三360百科。baike.so.com。2020年11月9日閲覧。ありがとうございます。